ちはどうも、西村忠彦と申します。西村さん、はい、当年とって、91歳ですが、孫が出てきてくれると思うんでね、はい、私は孫向けにこういうパワーカードを作って、はい、恐ろしい原発のない未来を私たちは望みますと孫の気持ちになって書いて孫に将来をこう、はい、孫の将来をこうあってほしいと願いながら書きました。新しく松本が好きで松本の住人にならずという両先生のね、はい、あのメッセージもとても胸にしみるメッセージでしたし、で今この市民の皆さんに訴えるあの市中更新をさせていただいたんですけれども、はい、最初先頭に立って、はい、あの横断幕を掲げようというふうに仰せつかって、そして小出先生と鵜飼先生と、私は松本生まれの、はい、松本育ちの、そして今こうやってあの命の終わりを松本で、はい、まあ、全うさせていただくことになるだろうと思いますが、はい、そういうものが一人市民の代表で、はい、横断幕を先頭に持たせていただいて出国人ができたことはとても ありがたいことだったなと思います。でやっぱり今のこの時代の中でいつも思うことですけれども、はい、民主主義っていうのはやっぱり市民が本当に自分たちが真剣に考えて思うことを声にしていくという、そのことが何よりも大事だと、まあ、コロナのこともそうですし、今の現在の政治の状況のこともそうですし、原発のこともそうですけれども、まあ、そういうことでそういうことに意義を感じて大勢の市民の皆さんがこうやって集まってご一緒に訴えることができたことをとても良かったなと思っております。 3.11 が10年前に起こって、はい、これは大変な大切なことを我々はつい迂闊にいたなという、つまり原発というものを、まあ、今原発マフィアが復活だというような今日のスピーチにありましたけれども、それをやっぱり許したのは我々市民国民でありますのでね、そのことにしまったという思いで10年前にちょうどあの時に80歳になった3人のね、同い年の男2人女性1人が主になってこの会を立ち上げたんです。大切なことをこれ迂闊でいてしまったなという悔いをかみしめながらのことでしたけど、まあ、今こうやってそれが10年続いて、まあ、なんとかこの原発事業が我々市民、心ある市民が願うような形になってほしいということを切に願うところですけど、非常に難しいところがあると思いますけども、諦めてはいけないし忘れてはいけないという思い切にお次第でございます。ぜひ一緒に頑張りたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。お元気で。ありがとうございました。